安田博信は、滋賀県出身のレーシングドライバー。レーシングカートで実績を積み重ね、2002年には、鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラクラスに入校し、スカラシップを獲得した。2003年にフォーミュラドリームで四輪レースにデビューし、シリーズ2位。2004年も、同シリーズに挑戦し、シリーズ2位となった。翌2005年は、 ヨーロッパのカーアートレースを戦うために投資、世界選手権、ヨーロッパ選手権、イタリア選手権を転戦した。留学を終え、2006年は国内に戦場を求めることになるのだが、彼に一大転機が訪れる。ミドルフォーミュラの一つである FD が廃止となり、トヨタ、日産、ホンダの3社が講演する、フォーミュラチャレンジジャパンが創設されたのであるが、彼が帰国した時点において、 ホンダの推薦シートは埋まっており、ホーミュラカーのシートを失う恐れが出てきたのである。そこで、安田は、日産ドライバーデベロップメントプログラムに応募し、合格。NDDP ドライバーとして、FCJ に参戦し、シリーズ3位4勝の好成績を収め、F3 へのスカラシップを獲得した。2007年は、セリボンドレーシングから全日本 F3 選手権へ参戦した。 リタイア回数は一度だけに止まったものの、最高位は4位に終わり、シリーズ成績も8位と低迷した。2008年も引き続き同様の体制で全日本 F3 選手権へ継続参戦し、第5戦鈴鹿と第8戦モテギトで優勝し、シリーズ4位になった。翌2009年も引き続き同様の体制で全日本 F3 選手権へ継続参戦したが、 第4戦岡山での一勝にとどまり、シリーズ5位と伸び悩んだ。一方、いわゆる、箱クラスのカテゴリーには、2004年から、スポット3戦も含めて、スーパー耐久シリーズに挑戦し、2007年には、アービュノシスレーシングからエントリーした。さらに、2006年には、スーパー GT GT300 クラスに、モラから長島正雄と組んで、フル参戦を果たした。 2007年の第6戦、ポッカ 1000km においては、GT500 クラスの23号車の第3ドライバーとして出場し、決勝では3位の成績を残した。2008年は、GT300 クラスに、モラから星野和樹と参戦し、第6戦、ポッカ 1000km で勝利し、シリーズチャンピオンを獲得した。2009年には、 ハセミモータースポーツから GT500 クラスに参戦。第4戦セバンで優勝した。翌2010年は、近藤ーレーシングに移籍し、開幕戦鈴鹿において荒れたコンディションの中タイヤ、無交換作戦で優勝を果たした。なお、シック FIA アジアパシフィックカート選手権において、複数回優勝した日本人は安田博信ただ一人である。運営主体は、 日本レースプロモーション略称 JRP 日産自動車が主催する若手ドライバー育成プログラムありがとうございます。